どうもこの動画では9月7日に行われるワ百1 6 8の勝敗予想をしていこうかなと思います。この工業ではね、日本人選手が2人、箕輪広場選手と鉄川弘之選手が出るということで、ちなみにこれあれっすよね、アメリカ工業っすよね。去年もね、ワンはアメリカで確かやってましたけど、それの第2弾なんですかね、アメリカデンバー大会らしいですわ。 でね、ま、美濃は広場選手といえば、連敗を最近脱出して、こっからまた勢いに乗りたいところで。で、手塚博之に関してはね、もう勢いがあるよね、今。5連勝ぐらいしてるし、野生獣手塚博之って感じで。で、メインはね、ハガティ対、ま、タケルを倒して、階級を上げて挑戦をするスーパーレッグの試合があってみたいな感じで、まあ、その3試合の勝敗予想をやっていきましょうかね。で、この工業ではね、他にも、 ミャンマーの英雄で、えー、キルクリフ所属のねアウン・ラウさんの試合とかあとジョン・リネカーがなぜか無衛隊の試合でやるっぽくて、うん、石の拳ことジョン・リネカーさんなぜ、うん、ここに来て立ち技ルールやるのか結構謎ですけど、まあ、彼は前線あれっすよねワンの日本大会スーパーレック対タケルがあったあの興行に出てましたよね試合当日にあの政治ノースカットがね試合できねえよってなって それで急遽ね、リネカーさん参戦することになってみたいな。なんか会場で普通に見てたんですよね、試合を。そっからね、ちょ、っと出てくれないっすかってなって。で、青木深也に、すぐね、決められて負けたみたいな。そんな感じでしたよね。もともと誰かでも、バックアップファイター的な感じで、スタンバってたんかな。でもまあ一応みんな軽量クリアしたんで、まあ俺の出番ないっしょみたいな感じでいたところで、政治のスカットの野郎がね、飛び上がったんで、うん、青木深也戦。 に行って、まあ、あっさり決められたみたいな。まあ、そりゃそうっすよね、だって。バンタムとライトだもんな。二階級違うし。でもまあ、おそらくね、ジョン・リーネカーさん、その試合でたんまりお金はもらったことでしょう。と、信じましょう。じゃないと不憫だ。あと他にもね、あの、グラップリングマッチ。ケイドル・オトロ対マイキー娘氏の試合もありますよね。サイズ差めっちゃあると思うけどな、これ。 で、ルオトロはね、MMA でもデビューしたし、直近の CJI でしたっけあの、クレイグ・ジョーンズがやってるグラップリング大会。1億ぐらいね、賞金出すやつですよね。日本の岩本健太選手も出てたと思うんですけど、それで優勝してみたいな感じで、すごいよね、ルオトロ。もうノリに乗ってるというか、ワンからしても彼の存在はありがたいよね。っていう感じで、このね、ワン168では、立ち技 MMA グラップリング。 豪華な試合がとにかく多いんでね、楽しんでいこうぜってことで。で、その中でも勝敗予想するのはまあ3つだけなんですけど、まあ、行きましょうか。えまずはミノワ広場、VS サンジャル・ザキロフ。これはワン、ストロー級のワンマッチですね。で、最初に見て思ったのは、めっちゃ強いやつ当てられてるやんっていうことで、このザキロフ、めっちゃ強いっすよ、これ。12戦無敗やないかっていうね。12勝0敗、5KO43 ミッションで、ウズベキスタン、 出身の選手なんすかね、まあ、最近こういうところからね強いやつらやたらと出てきてるよねカザフスタンとかウズベキスタンとかスタン系からね強いやつらもどんどん出てきててでこのザキロフはねあの日本の本田涼介選手を前線ボッコボコにしててワンのフライデーファイツでねそう本田選手はねディープからワンに主戦場移してで練習も結構タイでやってますよね でそこからすごい試合こなしててね、毎回ワンフライデーファイツで、金曜の夜によう戦ってる姿をね、お見かけするんですけど、で、そんなある日ね、この本田選手をボコしたのがザキロフで、めっちゃ強かったな、ほんと。本田選手もレスリング強いんですけど、その本田選手をもレスリングで圧倒するし、打撃も鋭いし、蹴りもめっちゃ有効的に使うし、で、組んでの膝蹴りとかも上手いし、これやばいっしょ。 ミノワ選手きついんじゃないですかね、これ。何気にね、ミノワ選手って、ワン来てから3勝3敗なんすよね。で、勝った試合は全部スプリット判定で、で、負けた試合も全部判定で、みたいな。ただこれ判定まで持っていけるかっていう。それぐらいザキロフ結構強いなって感じに見えましたけどね。まあ、出力が高いタイプにも見えるんで、後半バテてくれそうな感じするけど、でもザキロフがバテる頃には、ミノワ選手もね、同じぐらいバテてそうな気もするしね。 そもそも最後まで立ってられるのかっていうね一応ホンダ選手って日本ではフライ級でやっててでそのホンダ選手が、ね、あんなに圧倒されてるのを見るとちょっときついなって思うけどなめちゃめちゃしばかれそうめっちゃしばかれて KO されそうな匂いがもうビンビンにするけどねでこの試合はザキロフ2ラウンド KO 勝ち予想でいきますここ勝てばめちゃくちゃ熱いですけどね明らかにザキロフってもう今後上に行きそうなやつなんで そいつぶっ飛ばせば評価、爆上がりでしょうけど、いや、厳しい気がするな日本勢、誰も勝てんだろう、うザキロフ。ストロー級で。そんぐらい強いなと、ちょっと過去の試合見た感じは思いましたけどね。でこの試合ザ、ザキロフの KO 勝ち予想でいきます。ただもちろん、箕輪選手、応援してます。頑張ってください。で、続きまして、鉄塚弘ー VS、石井フィティケフ。フィティケフうん、言いづらい名前だね。で、ね 手塚博之といえばもう今年に入ってから X で大暴れというか去年から今年から、まあ、とにもかくにもここ1年ぐらいすごい暴れてますよね X で荒れ狂ってるというか多方面に噛みついてるというか元々はねあの必要に秋山義弘にね攻撃してたんですけど試合しろとヌルヌル事件首謀者のね、まあ、秋山さんに攻撃してたわけなんですけど あとちなみにね、私、ヌルの格闘技ラジオってやってるだけで、別に秋山さんをもじってるわけではないですからね。はい。そこはちょっと勘違いしないでいただきたいんですけど、そういうね、寒いコメントしてくるのはもうやめてください。うん、なんかね、前にも来てましたわ、コメント。前というか結構前だけど、ヌルってのは、ヌルヌルの秋山から来てるんですかみたいな。いや、そんなわけねえだろっていう。仮にそうだったとしたら、ヌルヌルの格闘技ラジオってやってるわ。うん、だから関係ねえよっていうことを、 今更ながら言っときたいなっていうね。だから今後ね、まあそういう寒いコメントしてきたやつにはね、まあ別に何もしないですけど、やめてねっていう話で。ん <laughs> で、なんだったっけ、そう、秋山さんになんか攻撃してて、そっから青木真也にね、なんか攻撃するようになってみたいな。青木真也に対してなんかノートで小遣い稼ぎしてるのを出せえぞみたいな感じのこと言ってましたよね、確か。ちゃうかったっけ。でもなんかそんな感じのこと言ってた気がするな。 で、他にもね、なんか平本蓮頑張れ的なやったりとか、なんか他方面にね、絡みに行ってみたいな、もっといろいろあったんでしょうけど、ちょっと全部追ってるわけじゃないんで、ちょっとわかんないですけど、すごい暴れてますよね。SNS で最近は。本当に他方面に急に噛みつき出して、ここに来てね、野生獣っていう異名通りの動き、急にやり出してますよね。どうしたんだっていう、どっかで人が変わったんじゃないかというか。 普段結構ね、山ごもりとかしてると思うんで、そこに先人にでもあったんですかね。先人に、君も SNS 頑張った方がいいんじゃないかなとか言われて、それで頑張り出したんかなと私はね、踏んでるんですけど。でもね、この動き、いいんじゃないかなと思いますけどね。ワンってやっぱあんま注目されてない感じするし、てか控えめな選手が多いっすよね。ワンに出てる選手って。青木晋也ぐらいじゃないですか。ワンに出てる MMA ファイターで、毎回ちゃんとプロモーションとかしてんの。 他結構ね、まあ言ったら悪いですけど、団体頼みというか、全然盛り上げる試みやってないっすよね。うん、で、その次にやってるのが、まあ最近やってきたタケルっすよね。タケル選手もね、素晴らしいっすよね。まあ彼は K1 時代からね、いつもプロモーションちゃんとやってましたよね、うん。絶対王者で、まあ正直見合う相手なんていないのに、それでも毎回ちゃんとプロモーションやって盛り上げるみたいな、それをタケル選手はね、やってたんで、素晴らしいっすよね。 まあ、ワン入ってからもちゃんとやるしで、味方のね、そういうプロモーションもやるのが、たける選手はいいところですよね、全部背負ってるなっていうのはあって、で、まあ、青木信也に関しては、あんま周りは考えてないでしょうね、とにかく自分の試合をね、なんとか盛り上げて形にするみたいな、まあ、そういうステもあって、でもその2人ぐらいしかいなかったところで、今、手塚宏行選手はいろんなところにね、関わっていってって、で、m いで話題を振りまこうと頑張ってると。 個人的にはね好印象ですけどねまあ彼の X なんで基本見てないんですけどでもいいんじゃないかなと思ってますで今実際ね15連勝中で5連続フィニッシュですし結果も出してるんでね王者のクリスチャン・リーが全然試合やらないんでタイトルマッチのチャンス回ってこないですけどまあでもいつそのチャンスが来てもおかしくはないっすよね一時試合間隔結構空いてる時期もあって でもそのね、最近の SNS の暴れっぷりが功を奏したのか、2024年入ってからね、今回で3試合目ですからね。しかも全部フライデーファイツじゃなくて、本戦だし、いいよね、評価上がってるんじゃないですか知らんけど。まあでもそれは連続でフィニッシュしてて評価上がらん方がおかしいか。うん、格闘技だもんな、そら。まあフィニッシュボーナスは1回もゲットできてないんですけど、まあそれはそれでね、ドンマイって感じで。で、そんな手塚選手に対するは、石、フィティケフ。 戦績は8勝1敗、4KO2 サブミッションな選手で、唯一の敗戦は1のデビュー戦ですよね。スプリット判定で負けていて、でも彼の1での2試合見たんですけど、ちゃんと強い人っすよね。ハンドスピードかなりあるし、なんか右のパンチからの会心の左フックとか速いし、あれバッチリタイミングがあったらね、ちょっとぶっ飛んじゃうやつっすね。どうなんすかね、これ。まあ、結構スタイル的に似てる部分もあるような気もしますけどね。 まあ打撃が基本主体なんですけど、でもなんか組んで、決めるみたいな技も持ってるし、でもそん中でやっぱ手塚選手の方が全体的に完成度は高いようにも見えるけどね。うん、どうなんだろうな。まあ、手塚選手から1本決めるってのは難しいっすよね。かなり小柄なんで、ベルターの中でも。小さくて、肉がめっちゃ詰まってるタイプなんで、なかなか決めづらいっしょ、これ。手足長いタイプでもないし。まあ、1本負けとかあんまない気がするし。 負けるパターンとすればやっぱ打撃で聞かされて負けちゃうみたいなパターンですけどどうなんだろうなでも最近の手塚選手見る限り打撃で危うくなっても組っていう選択肢があるんでそこでうまくポイント取ってみたいなまたフィニッシュできるのかなこれ結構相手強い気がするんだよなだからちょっとフィニッシュまではいかんと考えて打撃と組をバランスよく混ぜてで特に組でトップコントロールする場面も多く作って勝ち切るんじゃないかなと予想します だからこの試合はね、手塚選手、判定勝ち予想でいきます。で、いよいよメイン、ジョナサン・ハガティ、VS スーパーレッグ・キャット・ムーカーを。こバンタム級・ムエタイタイトルマッチですか。スーパーレックが階級を上げてのチャレンジですよね。まあ、スーパーレックくんは、なんだかんだワンに来てから、ムエタイの王座は取ってないんですよね。ロッタンがフライ級・ムエタイのチャンピオンで、で、スーパーレックの方はフライ級キックボクシングのチャンピオンってことで、 お前ら絶対それ逆だろうって思うんですけどね、うん。ロッタンの方がキックボクシングチャンピオンっぽいし、スーパーレッグの方が無タ隊チャンピオンっぽいしね。でもなんだかんだかみ合わず、お互いのベルトをかけての一戦ってのがね、全然うまく運ばなかったっすよね。ロッタンがとにかくよう怪我してたんすよね。怪我して流してみたいな。ただ一回だけね、無タ隊で、ロッタンの方のベルトにスーパーレッグが挑むっていう試合はあったんすけど、でもその試合でもね、スーパーレッグのガキが鬼の軽量オーバーかましてね。 確か2キロオーバーとかしてたよね、うん、2キロオーバーバながらでも試合組まれてでも当然のことながら、まあ、ベルトはね取れないっていう、うんまあ、当たり前ですよね軽量オしててねタイトルマッチ勝ってベルト取られてもみたいになるんででも試合は行われてで一応ロッタンからダウン取って判定勝ちしましたけどまあでもねあのダウンも結構微妙な感じでスリップっぽかったしそんな効いてる感じもなかったしね、まあ、かなりグレーゾーンな一戦でしたよね そもそも2キロオーバーしてるしね。2キロオーバーしてね、勝ちましたって言われても、はてーって感じではあるよね。で、少なくともスーパーレックはね、ロッタンの肘でめっちゃ額のところ切れてて、もう試合後の表情的にはね、勝ったやつの顔には見えなかったっすよね。軽量オーバーかましてるし、肘で思いっきり切られてるしみたいな。ってな感じででも結局ね、その2人の間でベルトの移動が起こることはなく、で、スーパーレックはタケル相手に、 プライ級キックボクボシングでベルトをを防衛して階級を上げたと今回だからバンタム級ムムエタタイにチャレンジバンジバ級の方はね、今、ハガティが、ムエタイもキックも統一してるんで、スーパーレックはより得意な方で取りに行ったんすかね。まあ、そこら辺の背景は知らんすけど、そんな感じもするけどね。だってハガティ、キックに関してはまだ防衛戦はやってないっすよね。えっと、アンドラージと、 空位のそのバンタム級キックボクシングのベルトかけて戦って勝って王座退観っていうところっすよねでそっから防衛戦はやってないもんなムエタイはでも今回2回目の防衛戦になるのかな一瞬今のハガティはねロッタンに連敗してた頃のあのハガティじゃないよねそうそうたる面々に勝ってるしでちゃんと KO してるもんなそれがすげえで1の無衛はやっぱ通常のムエタイと違ってかなり好戦的ですし まパンチうまい選手の方がより活躍できるイメージもあるんで、ま蹴りももちろん大事ですけど、首相撲ももちろん大事ですけど、やっぱよりパンチスキルがすごい求められるのかなとは思いますけどね。ただスーパーレックもバカ強いからね。蹴りがもうとにかく半端ないし、まあ肘とかも全部うまいよね。全部うまい結局。首相もめっちゃうまいし、めっちゃうまいしめっちゃ強いし、で、フライ級では軽量オーバーしまくってたからね。 一個上げたバンタムの方がより適正な可能性も全然ありそうだしね。わからんけどね。わからんけどでもでけえもんな。当日下手したらハガティよりでかい可能性も全然ありそうだけどな。身長だったらだってスーパーレックの方がでかいっすもんね。まあでも最近の充実ぶり見てるとね、ハガティかなと思うけどね。パンチはやっぱハガティの方が鋭いし強いし、まあ、精度も混ざってる気がするけどね。まあ、蹴りはスーパーレックか。 あどうなんだでも、ノンオー KO してるのはやっぱ、ちょっとやばすぎるよな。ハガティかな。うん、ハガティが、なんだろう、圧かけて、で、パンチ的確に当てて、削ってって、まあ、一回くらいね、ダウン取って、判定勝ちするんじゃないかなと予想します。これはハガティ予想ですね。ってことで、この動画ではね、1168の勝敗予想やってみました。まあ、3試合しかやってないですけど、 ワンは結構ね、これ立ち技とかグラップリングの方にシフトしていってんのかなでも立ち技もね、70キロとかあんま稼働してないし、どうするつもりなんかなっていう。破滅の音がね、ちょっとちらほら聞こえてきてる感あるけど、なんだかんだ耐えますみたいな感じなのかなまあずっとそんな感じだもんな。でっかい船用意して、でもなんかそこの方穴だらけでみたいな。でも船員たちが必死で塞いでるみたいな。なんかそんな感じっすよね、ずっと。 ずっとそんな感じでここまで後悔してるような、なんかそんな感じだけどね。まあ大赤字垂れ流しつつ、まあ投資家からは資金を集めて、でいずれ黒字転換するっていう、そういうのを狙うビジネスなんでしょうけど、これうまくいく日が来んのかいな、これ。手広くやりすぎだよね、単純に。グラップリングやって、ムエタイやって、キックボクシングやって、MMA やってるでしょ。 難しいよね、それ全部やるって。だそっから絞っていく作業になんか入りそうな気もするけどね、そろそろ。か全然試合組まれてない選手いっぱいいるもんな。特にチャンピオンクラスとかもね。フロアイキューも DJ の試合全然やってないし、アドリアーノ・モラエスはね、1年半ぶりぐらいの試合が決まりましたけど、まあ、それもキングアットとの試合だしね。キングット、ダニー・キングットとの試合だって7年前ぐらいにやってますもんね。 再戦だもんなそれもなんか MMA 徐々にねシュリンクしていってる感あるよねフライ級チャンピオン DJ バンタム級チャンピオンファブリシュアンドラージフェザー級チャンピオン単海でライト級とベルダー級の2階級制覇王者クリスチャン・リーでミドル級とライトヘビー級とヘビー級の3階級制覇王者アナトリー・マリキンって感じでうん1年未満の感覚で近年ずっと試合やってんのマリキンぐらいだもんな 他の選手はもう当たり前に1年以上とか空いてるもんな。で、そのマリキンも別に防衛戦やってるわけじゃないですからね。で、リーダーを2回縛いて、で、ライトヘビーとミドル級のベルト、それぞれ奪い取って、で、アルジャンブラーも縛いてヘビー級のベルト取って、みたいな感じだもんな。とにかくベルトコレクター、マリキンみたいな感じっすよね。3階級制覇ってもう意味わかんねえだろ。そんなことあるのっていう。ミドル、1だと何キロだ ワンだとミドルは93になるのかな。で、ライトヘビー何キロだちょっとわかんないっすけど、まあヘビーライ、ミドルからヘビーまで、まあ、2、30キロぐらいある中で、全部取ってるわけだもんな。いや、化け物でしょ。でもな、全然試合やらんよね、みんな。試合やらんというか、まあ、組まれてないんでしょうけど、DJ が最後に試合やったのが、まあ、1年半ぐらい前で、で、アンドラージが MMA で試合したのは、これまた1年半以上前で。 でクリスチャン・リーはもう2年弱ぐらいやってなくてマジで全然防衛戦しないよねでフェザーの単回も今年3月防衛戦やりましたけどその前の試合が2022年とかだもんなでそん時の相手も単リーで単リーからベルト取ってでそっから1年半越しぐらいにリマッチして防衛戦みたいな感じだもんないやもうこれ回転の悪さというかもう対流度合いというか空気がよどんどるよもうこれ大丈夫かいな 新陳代謝がもう全然できとらんというか、回ってない回ってないよ。うん。まあ、でもこれをこなしていく体力がもうワンという組織にないのかもな。ってのをちょっと感じちゃうよね。まあ、なんだかんだレベルは高いんですけどね、出てる選手の。の特にトップ層はね、まあ、特にチャンピオンになるようなやつらなんてね、USC でも全然やっていきそうかなと思いますけどね。こっから全員ね、USC とか行ったらおもろいっすけどね。 特にアンドラージクリスチャン・リー、タンカイとか、全員若いしね、めっちゃ強いんで、まあ、USC 行く未来とかもね、ちょっと見てみたいなとか、勝手に思ってる私もいるんですけど、まあ出れないよね。まあお金もいいんだろうしね、ワンは。なんだかんだ。壊れん限りは、出ていかないのかな、みんな。ああ、でも見たいな、USC で。クリスチャン・リーとか特に見たいけどね。まあアンドラージも見たいな。タンカイはまあ、まあタンカイはちょっとあんまアグレッシブじゃねえしね、微妙ですけど。いや、でも見たいよね。 こんな感じでね、ワン、今後どうすんのかねって感じで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。